モレアス先生考領、モレアス先生綱領という呼称も用いられている。モレアス先生綱領という名称は、当時の正式名称ではなく、古代の研究者によって付けられたものである。当時の公式の行政区分については、不分明な点が多いが、ペロポニソス半島という記録がある、島、半島という地理的な概念が、後期の東ローマ帝国においてはそのまま、 行政区分として用いられることがしばしばあった。モレアスという言葉は13世紀以降、半島の形状がクアの葉、モレアに似ているところから名付けられたギリシア交互表現である。十字軍と共にやってきた、西王人は、ギリシア人が話す。この言葉の対角形、モレアを四角と聞き違え、自らの言語に取り入れて、モレアとした。西欧の文献並びに、 それを取り入れた日本語文献の多くでこの名称が用いられているのは、こうした経緯によるものである。これは、ミストラスとミストラについても同様である。また上に述べたように、古代から続く名称であるペロポニソスという言葉も、そのまま行政の用語として残り、二つの名称が並行して用いられる状況が生まれることなった。いわゆる、先制考量称号を持つ、皇族、 皇帝の弟、年少の息子が、行政、軍事、司法の全権を持って、統治にあたる形態をとっている点にある。爵位である、先制公称号は、終身の保有資格であり、全権行政官としての先制公の任期も、基本的に終身であるが世襲ではない。ローマ帝国の東西分裂に際して、東ローマ帝国の一部となった、ペロポニソス半島は、6世紀に、 スラブ人の侵入を受け、その大半を占拠されてしまう。コリンソス、スパルタ人が移り住んだモネンバシアなど、わずかに半島東部の沿岸地帯のみが、ギリシャ系住民の手に止まり、セマエラス、7世紀末創設に組み込まれて、東ローマ支配再建の拠点になっていく。スラブ人の征服と同化は10世紀にはほぼ完了し、半島はセマエラスから分割されて、 セマペロポニソスという独立の行政区分を形成することとなった。しかし、タイゲトス山脈に居住するメリング族、半島南部に居住するエゼレト族など、一部のスラブ部族は同化されることなく、存続していた。ペロポニソス半島は、東ローマ帝国の首都であるコンスタンティノポリスから遠隔の地域であったこともあって、帝国の中央権力の統制が、 あまり強く及ばず、大土地所有有力者が大きな勢力を持った。帝国の支配権が揺らぎ始めた12世紀後半に、アルゴスを拠点に台頭したレオンスグロスのような、半独立の君主もこうした有力者の出身であると思われる。第4回十字軍、1204年の結果、東ローマ帝国は解体されてその旧領土には、ラテン帝国が建設された。 各地は十字軍士が、事前の協定に基づいて、それぞれに領地として受け取ることになったが、ペロポニソス半島は、フランスブルゴーニュの騎士ギオーム一世、ドシャンリットとシャンパーニュの騎士ジョフロア一世、ドビルアルドゥアンに与えられた。彼らは、赤屋公国を建国し、1205年、スグロスラ在地有力者の抵抗を排除して、半島を征服していった。第四代赤ヤ公。 ギヨーム二世とビルアルドアン在位1246年から1278年は1248年に長らく抵抗を続けていたモネンバシア氏を征服して半島全土の征服を完了しまた翌1249年にはタイゲトス山脈に新たな巨城ミストラスを築城するなどアカーヤ公国の最盛期を演出したしかし彼は イピロス先生広告と法園したウフェン長のシチリア王マンフレーでマンフレートフォン法園したウフェンの反ニケア帝国同盟に参加しペラゴニアの戦い二百五十九年でこれにドムも敗北し自ら捕虜となってしまうギヨームはコンスタンティノポリスを奪回し東ローマ帝国を再建したミハイル発生パレオロゴスミカドに事業のうちミストラスモネンバシア 第真二条、ゲラキの四要塞を活用することで、ようやく釈放された、1262年。この時獲得した四要塞が再建された東、ローマ帝国領ペロポニソスの出発点であり、後のモレアス先生公領もこれを土台として、創設されのである。辺境の飛び地領土となった、ペロポニソス半島には、皇帝より、主張、ケハリと呼ばれる。 軍政官が派遣されて、統治に当たった。彼らは、日常の行政と赤谷公国など、ラテン勢力との戦いにおける、四季の全権を掌握していた。行政府の所在地は当初、モネンバシアに置かれ、ついでミストラスに移動した。主張は、初期、任期一年で、毎年任命されていたが、1308年頃から、不定期の任期に切り替えられ、 就任する人員もパレオロゴス家に禁煙の有力者が占めるようになっていった。また、領土の拡大に伴い市長単独での統治は困難になり、より小さい区分の行政、軍事を担当する局地市長、メリキケファリがその下部組織として創設、任命された。従前の全県軍政官は、全域市長、カソリキケファリとしてこれと区別れることになった。 内乱の末に即位した皇帝、ヨアニス六世、カンダクジノス、1347年から1354年は、国内の分裂を抑え、セルビアなど外国勢力によって侵食される領土を保全するために、帝国の地方行政職を自分の親族でめる方針を取った。ヨアニス六世の自死マヌイル神楽寺の巣先生校は1349年に、ペロポニソス半島に派遣され、 ここに、モレアス先生考領が成立することになった。この時、先生公、尊厳公、セバストクラトルの爵位を与えられて、地方領土に派遣された皇族は、マヌイルの他にもおり、すでに縮小した帝国とはいえ各地に、先生考領が成立した。しかしその大半は、短命ないし一時的なもので終わったのに対し、モレアス先生考領だけは、 永続的な制度として定着することになった。初代先生校、マヌイルカンダ・ダクジノス、1349年から1380年は、内遊外患によって荒廃していた半島に秩序をもたらし、帝国の支配を実質的に再建することに成功した。現在世界遺産として知られるミストラスが都市として発展するようになるのも、この時代からである。彼は、 ミストラスに常設的な行政府として、宮殿を建設し、いくつかの制度の混流を支援した。また、この頃から打ち続く、ラテン勢力との紛争を逃れてきた人々により、増加した人口に対応するべく、城壁を新設して、地域を拡張するなどの政策を次々に打ち出ている。マヌイルの死後、大位皇帝として引退していたアニマテオスが、先制校の職権を引き継いだ。これは、 コンスタンティノポリスの皇帝へヨアニス5世、パレオロゴス、1341年から1391年の元から新鮮成功、セドロス1世、パレオロゴスが派遣されてくるまでの大公職であった。しかし、マテオスの息子ディミトリオス・カンダクジノスは、セオドロスの派遣に反対し、父の死後自らが、 先制孔領を施襲すべく武力で、これに対抗した1383年から1384年。しかしデミトリオスは、まもなく休止し、セオドロスが先制公として就任した。以後、すべてのモレアス先制公は、パレオロゴス家の出身者で占められることになる。セオドロス一世、パレオロゴスは、マヌイルカン・ダクジノスの政策を引き継いで内政の整備に努め、 当時流行したペストによる人口減に対応すべくアルバニア人を組織的に入植させるなどして国力の実を図った。最大の障壁は反抗的な土着有力者勢力でセオドロスは彼らへの対処に手を焼くことになった。また、対外的にはバルカン半島に著しく勢力を拡大してきたオスマン帝国の脅威に去られ1394年 1397年と二度に、渡って、信仰を受け、先制綱領は存続の危機に立たされた。アンカラの戦い、1402年におけるオスマン、帝国の敗退と解体は、東ローマ帝国にとっては一つの安定期をもたらした。マヌイル2世、パレオロゴスミカド、1391年から1425年は弟セオドロス1世の死後、自死セオドロス2世。 パレオロゴスを先制公として派遣した。1415年には自らこの地を訪問し、半島の入り口であるコリンソス地境をまたぐエクサミリオン城塞を建設して防備を固めるなど、先制公領の内政整備に努めた。セオドロス二世の引退と修道院入りの問題を機に、先制公領は単独の先制公ではなく、 複数の先制校による共同統治の体制に移行した1428年。この時に就任したコンスタンディノス、後の皇帝コンスタンディノス11世、パレオロゴスによって、モレアス先制校領は大きく発展を遂げる。彼は同じく共同統治者に就任したマッテイソマスと協力したアカイア広告他、ラテン勢力との戦いを有利に進め、1429年に、 パトラを占領し、翌1430年にはアカイア公国の全土を併合した。これによって、点在するベネツィア人の拠点を除く半島全土が東ローマギリシア人の手に戻り、中世ヘレニズムの一つの極点を示すこととなった。モレアス先生公領の政治的発展は、同時に文化的発展ももたらした。その中心は、 ミストラスでペリブレプトス修道院、パンダナサ修道院など多数の聖堂、修道院が建てられ、その内部は時代を代表する写実的な画風のフレスコ画で飾られた。文学、哲学などの学芸も発展した。政治的にはオスマン帝国に従属し、方位に揺れるコンスタンティノポリスの閉塞的な状況を、いやーて多くの学者がミストラスに移住し、 学芸の発展を刺激した。その代表が、ゲオルギオス・ゲミストスプリソン、1360年頃から1452年で、彼は、プラトン哲学を研究するうちに古代ギリシアを再発見、東ローマ帝国の再建を、ギリシア民族の再生によって達成すべきとの結論に至った。彼は、マヌイル二世、パレオロゴスミカドアで、ペロポニソスにおける国政に関する、 憲白書などの著作を表して、公、先生公などの異性者に社会改革を説いたが、多くは採用されず一部が実行に移されたのみであった。また彼の思想はあまりにも、求進的で、異教的であったということで、教会当局から著作を文書どころにされたりもしている。しかし、彼のような人物の活動を許す、ある主自由な気風が、ミストラスにはあり、それがここを、 コンスタンティノポリス、セサロニキと並ぶ、あるいはシのグ、パレオロゴスアサルネサンスの中心地たらしめていたことも、確かである。モレアス先生考領の発展は、後期東ローマ帝国における、ギリシア的傾向、民族意識の顕著な発露と考えられている。実際、ペロポニソス半島には、スラブ人との同化を免れたか、その影響が低く、 帝国の他地域と比べてもギリシア的意識や習慣の強かった地域がごく一部ながら存在していたとみられる。一方で半島全体としては多民族混交の状態にあり、ギリシア人、ペロポニソス人に加えてイタリア人、スラブ人、アルバニア人、ロマ、ユダヤ人が居住していたとの記録もある。特にアルバニア人は先生校によって 政策的に相当数の移民がなされ、社会的貢献と影響力の点で大きなものがあった。したがって、先制綱領時代のペロポニソス半島には、若干のギリシア、民族主義的傾向と、多民族社会という二面性が存在していたと言える。1443年、ニー・セオドロス2世に代わって、ミストラスの先生校となったコンスタンデノスは、 東ローマ帝国復興のために、さらに野心的な計画に着手する。北方で結成されたタイオスマン連合、バルナ十字軍に交往する形で、ギリシア本土への進攻作戦を開始したコンスタンデノスは、オスマン帝国の属国であったアテネ公国を、服属させて、アッティカチを支配下に入れ、さらには、セサリア南部にまで勢力を拡大することに成功した。しかし、 北方の十字軍がバルナの戦い、1444年で壊滅的敗北を被ると、この遠征計画も中止され、先制行軍は半島に撤収した。1446年11月、オスマン帝国のスルタン村と二世、1421年から1451年は、アテネ公国への侵攻の報復として、ペロポニソス侵攻を行い、 エクサミリオンを破壊して、半島北部を蹂躙した。コンスタンディノスは和平を結び、オスマンに従属することを余儀なくされた。この遠征計画は、半島全土の統一と並ぶ、先制高領史の極点であると、同時、当時の東ローマ帝国、モレアス先制高領の持つ活力の限界を示していたとも言える。1448年10月、皇帝ヨアニス発世 パレオロゴス、1425年から1448年が死去し、若干の混乱の後コンスタンディノスが皇帝に選出された。彼は、翌1449年1月にミストラスで皇帝として退官し、コンスタンティノポリスに去った。コンスタンディノスの後任には、弟のディミトリオス・パレオロゴスと、ソマス両先成功が就任し、共同統治体制が取られた。 両者は個人的に不仲である上、ディミトリオスが親トルコ、東西教会合同反対派であり、ソマスが親ラテン、合同賛成派であったため、両者は宗教的にも外交的にも対立することになった。しかし初期はオスマン帝国の脅威が迫っていたこともあり、一応の協調も見られた。1453年初頭、メフメト二世。 1451年から1481年によって、コンスタンティノポリス包囲戦の前段階として、送りコまた、オスマン遠征軍は両戦成功の共同作戦によって撃退されている。コンスタンティノポリスの陥落、東ローマ帝国の滅亡後、モレアス戦成功領は唯一の残存領土として位置づけられることになるが、かつてのニッケア帝国のような発展を示すことはできなか 上に述べた、両戦成功の対立も一つの要因であるが、内的には、土着有力者やアルバニア人など領内部族の、利反的傾向もこれに拍車をかけ、さらに、外部勢力である、ベネツィア共和国、オスマン帝国がこれに干渉し、戦争功量を揺さぶることとなった。アルバニア人の反乱、1453年秋、オスマン軍の侵攻、 1458年に引き続く混乱の中で、ソマスは、敗下の有力者に押し切られる形でディミトリオスに、戦線復刻し、泥沼の争いが展開された。この状況を見た、メフメト二世は自ら遠征を行い、1460年5月29日、コンスタンティノポリス陥落のちょうど7年後にミストラスを占領した。ディミトリオスは、オスマン帝国に服属して、 所領を受け取り、ソマスはコルフ島を経てイタリアに亡命した。同年夏までにモネンバシアなどを除く半島のほぼ全土がオスマン帝国に併合され、モレアス先生公領は滅亡した。先生公領の滅亡を良しとしない、ギリシア人の一部はマニなどの山岳に撤退したり、ベネツア共和国の配下でギリシア人軍団を編成するなどして、オスマン帝国との意を続けることとなった。 一覧の作成に関しては、の一覧を参照。この一覧においては、ディミトリオス・カンダクジノスを、同盟の一世、ディミトリオス・パレオロゴスを二世として表記している。また、アンドロニコス二世、パレオロゴス・ミカドの息子でセサロニキを統治した、先世公、ディミトリオス・パレオロゴスを、先世公、ディミトリオス一世とする考え方もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。